お疲れ様です。前田です。本日からですね、アイコンが変わります。この動画の公開後に変更しますので、皆さんよろしくお願いします。これまではですね、このスーパーライブロボのアイコンだったんですけど、新しいアイコンはこちらです。ドドン。どうですか皆さん、可愛いでしょ。いや、本物の僕とは、えらい違いなんですよ。僕はですね、動画で顔を出してませんが、まあ皆さんに見ていただいてもですね、喜んでもらえるお顔ではないので、まあでもですね、このアイコンは普段僕が再現動画を作っている時の様子をイメージして作っていただきました。これはですね、ココナラというサービスを利用したんですけど、皆さんご存知ですか？ココナラはですね、みんなの得意を売り買いするスキルマーケットっていうことで、私はですね、まあ、美術が2の、絵がドヘタ戦隊の隊長ですので上手な方を探しました、絵が。で、たくさんアイコン作ってくれそうな方いたんですけど、私が依頼させていただいたのが、はい、この人です。サクヤ・コノハさん。和むでしょ、この絵。上手ですよね。で、この映像を最近撮ったんで、僕のアイコンももう載せていただいてます。で、こういうのってポートフォリオっていうらしいですね。今回初めて知りましたけど、使わせていただいていいですかって言っていただいたので、もうぜひぜひポートフォリオっちゃってくださいっていうことでですね、今載せていただいております。でですね、昨夜木の葉さんに僕はこんな感じで依頼をしました。1、特撮ヒーローの動画を制作、YouTube にアップしておるものですと。2、チャンネルのアイコンを一新したくイメージしているものを制作していただける方を探していますと。で、3、私自身は動画内では声と手しか映ってません。4、作っていただきたいもののイメージは、親しみやすいイラストの私が右手と左手それぞれにロボットを持っていて、バーン、ガシャーンといった効果音を言ってる感じですと。このですね、なかなかなんじゃそりゃっていう依頼だと思うんですけど、まあ、快諾していただきまして、で、僕の顔のわかるものを送ったんですね。そしたら、早速ですね、下書きを書いてくださってですね、それがこちらです。はい。可愛すぎでしょう。あと手に持ってるロボットのイメージは、あれですよ。スーパーエルロボと、ワイルド J キング的な感じのやつです。それっぽいやつということで、可愛くデフォルメしてもらいました。で、これを見て僕は、まあ、第一声こう言いましたね。もっとブサイクにしてください。いや、これはね、ちょっと可愛すぎ、若すぎでしょうってなりまして、もっと僕を3枚目にしてくださいってお願いしましたね。どんな会話だって感じですけど。で、修正していただいたのがこちら。まだまだー！いやいや、かわいいかわいい。こんなやりとりがですね、まあ、数回続きましたね。で、8番から11番の上部にですね、ドーンとか、入れていただいて、かなりですね、僕の思い描いていたイメージになりましたね。まあ、毎日ですね、僕はロボットを、まあ、手に持ってですね、ドーンとか、ガシャーンとかですね、プシューとかって言ってますから、うん。まあ、こんな感じのイメージでバッチリですね。で、もっと3枚目にしてくれってしつこく、頼んでくるですね、厄介な依頼者に捕まってしまって、まあ、昨夜このはさんにはですね、ご苦労をおかけしましたね。何回も3枚目にしてくれって言ってると、なんか、僕が悲しくなってきたり、どんだけ不細工なんだよ、俺は、みたいな。まあまあ、という感じでですね、完成したのが、新しいアイコンにさせていただいた、これですね。うん、これが完成形。で、持ってるロボットの色もですね、あえて変えましたね。お願いして、昨夜この朝に、オリジナルカラーじゃなくて、なんて言うんですか、格闘ゲームの、同じキャラで戦った時の、プレイヤー2みたいな。そんな感じにしてもらいました。で、ちなみに、胸のですね、再現戦隊前田って、この文字、僕の手書きなんですよ。僕が手で書いた文字の写真を送ってですね、それを胸に入れてくれましたね。いやー、イメージバッチリ。まあ、ただ唯一の心残りが、僕がまだ可愛いことですね。何回自分を蔑めば気が済むんだって感じですけど。はい、素晴らしいアイコンをですね、作ってくださった、
昨夜木の葉さんなんですが、こういったイラスト以外もですね、DIY 分野で活動されてまして、ツイッターを拝見したんですけど、まあ、こんな感じで子供用ベッドを DIY で作ったりすごいですよね。あとその DIY の素材、あの木材とかですね、まあ、そういったお話、ちょっとマニアックなお話からですね、まあ、身近な DIY の話題にもですね、多く触れられてて、ブログの内容もすごい見応えがあってですね、ぜひ興味のある方、見てください。リンクを概要欄に貼っておきますので。今回僕も利用させてもらったココナラでアイコンイラスト制作の受付も、されてまして、で、僕みたいにですね、アイコン描いてほしい人とか、イラスト描いてほしい人はですね、ココナラの昨夜木の葉さんのページにアクセスしてみてください。ココナラのリンクも、動画の概要欄に貼っておきます。こだわりのアイコン、イラストを一緒に作りましょうというメッセージを、いただいております。本当ですね、このメッセージの通りで、とても素晴らしいクリエイターさんなんですよね。わがまま美術に戦隊の僕の要望をですね、すべて、実体化してくれて、まあ、やりとりをこう、メールみたいなやつでするんですけど、メッセージの返事もですね、すごい早いんですよ。まあ、こうしてくださいって僕が送ったらすぐに、それを取り入れてくれた下書きを送ってくださったり、ほんとやりとりしてて気持ちのいい方でしたね。そう、なので、皆さんイラストでお困りのことあったらぜひですね、昨夜木の葉さんに依頼してください。これ本当に、マジでおすすめ。はい、というですね、もろもろのことがあって完成しました。このアイコン、どうですか？いつも作ってる動画にマッチしてると思うんですけど、うん。まあでもですね、僕を見たことある人は、これ見たらですね、可愛すぎでしょって言ってきそうですね。いやー、昨夜木の葉さん、本当にありがとうございました。お手数を、おかけしました。とても満足です。このアイコンがですね、これから、まあ、サトシマエタチャンネルの新しい顔になりますので、アイコンとともにですね、私も、新規一点、新しい動画作りに取り組んでいきたいと思いますので、これからも皆さん、よろしくお願いします。今回皆さんこの動画見てて、あれ前田結構うまく話してるなって思った方いらっしゃいます？実は今回ですね、珍しく原稿を用意してみました。いつもは作らないんですよ。わざわざ作って話さないんですよね。もう思いついたままに喋ってるんですけど、話が脱線するじゃないですか、よく。そう、なので今回はちゃんと昨夜木の葉さんのご紹介をしたくてですね、原稿作りもしてみました。新規一点感出てるでしょ。やりますよ、まさとしまえた。もうすぐ2019年も暮れますけど、2020年も、はい、頑張ってですね、行きますので、よろしくお願いします。最後にですね、全然関係ないことを言います。僕の妹、ネズミ年です。ヒュー！はい、てなわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。前田でした。お疲れ様でした。新しいアイコン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前田でした。